高橋由伸監督、清宮幸太郎を続けているんじゃないかな。 DeNA 筒香級の95号衝撃弾。双日の清宮幸太郎内野手3年が2017年5月22日に作新学院栃木2位戦で DeNA 筒香級の衝撃弾を放った。8回、星が打球を見失うほどのスイングスピードで右翼席後方の茂みに飛び込む通算95号推定 130m 弾を放った。巨人高橋監督が清宮の本塁打量産に関心を示した。95号を放ったことに続けているんじゃないかな。なかなか100本近くは打てないでしょうと自身は。桐蔭学園高時代に通算30本塁打だったこともあり驚いていた。春の都大会決勝の神宮でのセンター左への一発はすごかった。左打者であの距離はなかなか出ない。生で見てみたいねと興味津々だった。みんなの声、ず抜けているな。でも飼い殺ししないでほしい。これで巨人がくじを当てたら運命だったということ。松井のような。早稲田はピッチャーが悪いから最後の夏の甲子園に出てこれるか心配。現状若手スターのいない巨人はぜひ指名してください。5年後は坂本さえおじさんだよ。最近の巨人はドラフトの目玉を選ばないで無難な選手だよね。あの松井秀喜以来ドラフトで指名がない。一度ぐらいダメ元で挑戦してほしいな。清宮自身は指名されたらどこでも行くつもりなのかな。関東圏で球場が結構整っている中のホームラン数と考えればかなり異様な数字かも。ジャイアンツの育て方が問われていますが、やるのは選手だからね。所詮、選手の実力次第だと思うけど、巨人は育てながら使える環境じゃないから、B クラスで野手不足のとこ行ってほしい。巨人のドラ1になるかね。お客様を呼べるスーパースターは無理をしても取るべき。彼なら、巨人で注目されるプレッシャーも関係なくいける。清宮を仮に取るのならコーチ陣を見直してほしい。太田の件で完全に信用できなくなりました。それと清宮を1年目から使う覚悟。最近の巨人はルーキーをしっかり使っているのでこの辺は続けてくれればいい。とにかく岡本をまず育ててください。阪神入団、可決2軍監督が育てるではダメですか。天才は天才を知るかな。清宮が大学進学なら仕方ないが、ドラフトでくじで競合しても、巨人は清宮を狙うべきだと思う。フロントは、清宮を諦めて、即戦力のピッチャーを取ると報道あったが、今の現状は、将来に向けて、強力な打者獲得が先決。ピッチャーは今いる若手を育てる気がないのか。もっと体力や球が速いだけでなく精神力を鍛え一軍で通用する人材をピンポイントで育ててほしい。由伸監督も見てみたくなるほどの逸材だから楽しみな選手。大体松井と比較されるとき、松井の全盛期か、その付近と比較されてる気がする。松井の高校生の時代は、今ほど平均スピードも速くなかったし、松井だっていきなりパカパカ打っていたわけではなく、しばらくスピードに苦労していたからね。それに、同じようにプロで通用しない、と同じこと言われてましたよ。気長に見守りましょう。清宮、阪神以外なら進学します。でしょう。家族揃って阪神ファンだもん。
までご覧いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録をお願いします。ムササビマークをクリックしてください。